笹本紗友子君。おはようございます。日本共産党の笹本紗友子でございます。今回5項目にわたって質問させていただきます。よろしくお願いいたします。まず1項目目、アラセダム撤去について、2月3日川島郁夫知事がアラセダムを撤去すると表明されたことは、八代市坂本町をはじめとする流域住民広範の県民が求めてきたものであり、歓迎するものです。直接的には整理権が3月31日に失効し、発電のための治水はできなくなります。川島知事のアラセダム存続方針の誤りを天下にさらしたものであり、川島知事の責任は極めて重大です。ところが熊本県は2月24日、地元住民や漁民の同意も得られていないのに、国土交通九州地方整備局へ土地占有権と整理権を同時に申請しました。2月25日付新聞報道には、福島和俊市長は多くの市民の願いを無視して申請をしたことは大変遺憾だ、県は一刻も早く撤去に向けて作業を進めてほしいとのコメントを出されています。昨日も増田議員の質問に同じようなコメントを答弁をされております。その思いは今も変わりありませんか。市長にお伺いいたします。次に、福島市長は昨年の9月議会で亀田議員の質問に対し、アラセダムの本来の目的は発電専用であり、利水機能は持っていないと認識していますと答弁されています。極めて大切な認識です。こうした認識に立つならば、アラセダムと異常時の渇水対策を絡めても解決策は出てきません。私はアラセダムと異常渇水時における水対策は絡めずに、異常時における水対策を市が真剣に考えるべきだと考えています。2点目、異常渇水時における市長の基本的な考えをお伺いします。2項目目、 JRA 場外馬券所誘致について、私は先の12月定例議会の一般質問の中で、平成21年9月8日住民説明会で使用された JRA 日本中馬中央競馬会お客様事業部ウィンズ開発室作成の仮称ウィンズ八代の計画概要についての中に、八代市の道路整備として、八代市によって交差点及び道路の整備事業が行われます。これにより交通渋滞は未然に防止されるものと思われますとして、右折レーンの新設、側道拡幅、公園前交差点の整備、そしてひなぐ IC 交差点の整備として実施されていることに異議ありと申し上げておきました。1点目、おのおのの整備事業に要する費用とその総額について伺います。3項目目、後期高齢者医療制度について、後期高齢者医療制度の保険料は2年ごとに改定され、医療費と75歳以上の人口増加に伴って際限なく上がる仕組みです。政府は
何も手立てを講じなければ全国平均で 14% 程度上がると説明し、制度を運営する各都道府県の広域連合に対して2008年から2009年度の保険料保険財政収支の余剰金剰余金や保険料収納額の不足などに備えた財政安定化基金を使って値上げを抑制するよう呼びかけると同時に、さらなる抑制のために国交補助を行うことを検討すると昨年10月に事務連絡していました。ところがこの言明を保護にして政府が国交補助を行わなかったため、剰余金など使っても保険料が大幅に上がる都道府県が続出しています。県広域連合会は2月17日開催し、2010年度と2011年度の非保険料額を2009年度比 2.95% 増の年間5万1931円とする条例改正案を可決しました。保険料剰余金29億4000万円と財政安定化基金交付金8億6000万円を充てても11億7000万円不足があるので、今回引き上げたと言っています。しかし今回の改定に対する全国の連合会の対応が一覧表にしてあります。執行部の皆様方にはお手元にお届けしていますのでご覧ください。引き下げるのは26都道府県、九州では熊本県のみ引き上げです。据え置くのは15県で、九州では佐賀県、大分県、鹿児島県、そして沖縄県が入っています。引き下げは8県で、九州では宮崎県が入っています。検討中が3県です。広域連合の議員であられます福島市長にお伺いします。1点目、保険料は据え置くよう広域連合会に求めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。次に、75歳以上の高齢者に滞納を理由に短期保険証を発行する問題について伺います。すでに重い保険料負担のため保険料を滞納して保険証を取り上げられ、有効期限を縮めた短期保険証を発行された全国の高齢者は2009年10月1日時点で2万8203人に上っています。短期証の期限が切れて次の保険証が交付されなければ無保険状態になり、医療を受ける権利の侵害につながります。熊本県は保険料の滞納者に対して収納相談の機会を持つために3ヶ月の短期保険証を発行しています。熊本県全体では平成22年2月9日現在で短期保険証をいただいた方々が492人になっています。2点目、本市における短期保険証発行状況と無保険者を出さない手立ては取られていますか。健康福祉部長にお伺いします。4項目、子どもの貧困と就学援助について、学費が払えず退学する子、経済的理由で進学を断念する子、修学旅行に行くことを諦める子などなど激増しています。経済的な格差が教育機会の不均衡につながっている現状はすぐに解決しなければなりません。憲法26条は教育の機会均等を定め、教育基本法第4条は第3項で、国及び地方公共団体は能力があるにもかかわらず経済的理由によって就学困難な者に対して奨学の方法を講じなければならないとしています。しかし小泉政権の三位一体改革で準養護保護者援助への国庫負担が2005年度から一般財源化され、地方自治体の判断で決められるようになったため、地方自治体が支援支給を抑制するというところが問題になっています。地方自治体が認定する準養保護者の基準が、例えば大阪府笠原
市では4人世帯で収入が2005年は346万4433円から2009年は292万8443円と4年間でなんと53万6000円も引き下げられています。1点目、本市における援助対象者認定基準はどのようになっていますか。2005年と現在の比較を示してください。次に、援助内容の交代について、岡山市では給食費補助を 80% から 50% へ引き下げ、修学旅行費用補助も減らされ、170人の修学援助受給者のうち60人の子どもが参加しなかった。また山口市では学用品費補助が全く出されなくなったため、漢字や算数ドリルも全額負担となり、印刷物を出さないでほしいと保護者からの声が出されています。2点目、本市における援助内容はどのようになっていますか。おのおの2005年と現在の比較を示してください。5項目、公契約条例制定について、私は今回公契約条例を全国で最初に制定した千葉県野田市へ市民クラブ改革クラブの皆さんと行ってきました。野田市は2003年度は清掃委託費が4400万円だったが、低入札競争により2009年度3255万円となり、作業労働者の賃金は1時間710円、人数は16人から13人となり、税金を使う公的事業に働く労働者に人間らしく働ける労働条件が保障されない野田市における完成ワーキングの実態が明らかになりました。また建設現場では差し値発注が低価格の押し付けが横行し、建設労働者の生活は劣悪な状態に追い込まれていました。このような中で、千葉土建野田支部から公共工事における公契約条例の制定を求める陳情が野田市議会に提出されました。1点目、野田市と同じような実態が本市にもあるのではないでしょうか。市は把握していますか。お伺いします。野田市では2005年3月議会で意見書が全会一致で決議され、根本隆市長は千葉県市長会で提案し決議されました。これは全国市長会でも決議され、国へ提出されましたが、国が態度を示さなかったため、根本隆市長が昨年の9月議会で条例提案され、全会一致で可決されたものです。2点目、本市においても公契約条例を制定する考えがありますか。お伺いします。野田市の公契約条例の目的には第1条で、この条例は公契約に関わる業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することにより、当該業務の質の確保および公契約の社会的な価値の向上を図り、もって市民が豊かで安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とすると掲げております。次に、本市においては公共事業発注の際、元請け業者は地元業者と契約する努力をされています。その際、下請け業者も地元業者が入れるように約束事を作っていただけないかという声が多く届いています。事例を申し上げますと、東京の日野市、大阪府の豊中市、静岡市では公共工事の入札にあたり、建設労働者の賃金などの労働条件確保に向けた企業の取り組みも評価の対象とする総合評価方式を採用しています。3点目、入札の際、下請け業者も地元業者を選定する労働条件整備を行う考えはありませんか。
お伺いいたします。以上、壇上での質問は終わりまして、再質問は発言席にて行わせていただきます。市長福島和俊君。アラセダム撤去に関するご質問にお答えします。皆様ご存知の通り、平成14年12月、塩谷前知事の決断により7年後という条件付きではあったものの、アラセダム撤去が決定をされました。しかし、蒲島県政となった後の平成20年6月には、一旦ダム撤去を凍結した後、11月に知事は存続へと大きくハンドルを切られました。ところが、先月の2月3日、突然知事はダム存続を断念し、2年後という期限付きで撤去することを正式に発表されました。このように存続、撤去とハンドルを右に左に大きく切って、住民の多大な不安と不信感を与えてきました。しかしながら、知事の今回の判断は流域住民にとって大変嬉しいニュースでありますが、一方では平成24年3月末までの2年間の水利権の申請を行い、その間発電事業を継続するという方針の発表は、混乱した住民の気持ちを考えると100%歓迎できるものではありません。その申請されたものは新たな水利権であり、絶対条件として河川利用者である球磨川漁協の同意が必要であるということを、国がどう取り扱うか注視しなければなりません。一方、ダム撤去後の水の確保について議論をされていますが、八代にとって農業用水も工業用水も、また生活用水も重要な問題であります。ましてや、特に不安を抱いていらっしゃる農業関係所の皆様方の気持ちを考えると、欠かすことのできない重要な問題であります。特に渇水時においては、上流の瀬戸石ダムとの連携が必要不可欠であります。今後は県とも連携し、水の確保に最大限の努力を重ねていかなければならないと決意をしております。以上です。笹本佐恵子君。はい、ありがとうございます。蒲島知事と違うところは、福島市長、揺るがないということです。住民の願いをしっかりと受け止めて、揺るがず頑張っていく、この姿勢が今住民から高く評価されていると私は認識しています。そこで再質問を一点させていただきます。異常渇水時の水対策を考える上で、球磨川自体が水がめと言うべきではないでしょうか。なぜなら、どんな渇水であろうと、球磨川の水がゼロになり、枯れてしまったという記録は残されていません。平成6年の熊本県の渇水記録によると、
要配石でも流量は足りており、取水制限はなかった、被害は塩害であったと記録されています。私は球磨川は一級河川ですから、管理者である国交省との協議は避けられないと考えます。平成20年12月の私の一般質問で、私は平成20年11月3日のマスコミ報道で、国土交通省が水資源流域で総合管理新計画策定と報道されていることを紹介し、国土交通省は全国7水系を対象に、安全でおいしい水の供給や渇水時の水の融通など、水に関するすべての問題について、流域の自治体が国と協力し、総合的な管理する新計画を作る方針を決めた、こういうことを紹介いたしました。また、新計画は、自治体、国、利水者の代表で作る流域協議会が、素案を作成することになっています。利水面で今、必要なことは、利水者間で現状を話し合い、理解し合って、納得できるルール作りを始めることです。そういう努力をしないまま、一方的に他者に犠牲を強いるようなやり方では、対立を作るだけで、渇水対策の打開はできません。主として、利水者と球磨川の管理責任者である国に対して、水利用のルール作りについて、協議を国に求めるべきだと提案しておきました。改めて福島市長におかれましては、国に対し水利用のルール作りについての協議を求めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。水対策を含めて市長の思いを答弁してください。市長福島和俊君。今国が全国的な大型の河川に対して総合的な水資源管理を目指しておられますが、その計画づくりの中に一級河川である球磨川においてもその警戒が進められるようになれば、渇水時の農業用水なども確実に確保できるようになるものと思います。昨日増田議員へ答弁しましたが、平成18年12月の経営の要望書の中でも、関係機関と十分協議を行い、あらかじめルール化してほしいと要望しておりますとおり、国においてそういう制度化がされれば、確実な水資源の確保が可能となりますので、県とともに国へ積極的に働きかけていきたいと考えております。以上です。笹本紗友子君、はい、ありがとうございます。荒瀬ダム撤去により清流球磨川と修羅縫海が再生されれば、八代の基幹産業である農業、漁業、林業が復活し、また大きな荒瀬ダムが撤去されれば、世界的にも注目され、多くの旅行者が滞在者を確保することにつながります。それらがもたらす長期的な経済的効果と比べれば、専門家も言われていますが、撤去費用は多大とは言えない、こういうことでございます。私は荒瀬ダムが撤去され、そしてまた川辺川ダム建設が中止され、本当に清流球磨川と修羅縫海が再生されれば、八代は元気になる、このように思っております。このことに対する市長の思いをお話しください。市長福島和俊君。
笹本議員の思い、大変共感できるものであります。八代には母なる川、球磨川があり、豊かな自然がたくさんあります。日本三大急流といわれる球磨川は、以前は川底まで澄み切っておりました。そこに尺鮎が泳ぎ、夏になると大人も子供も川で大変親しんだものであります。真っ黒に日焼けし、その球磨川でいろんな思いを長く持ち続けているのは私だけじゃないと思います。まさに球磨川は心のふるさとであり、八代市民の宝であります。私がそんな清流球磨川を取り持つ運動の先頭に立ってきたのは、昔の自然の姿に返したいという一心からでありました。ましてや清流球磨川が戻れば、先ほど言いました通り、尺鮎が踊り、球磨川下りやラフティングといった自然や、また癒しを基盤にした全国的にも大きな観光資源になることは明白であります。川がきれいになって海がきれいになると人も来ます。自然を大切にすると人は集まってまいります。これにより大きな経済効果が生まれるのは当然の成り行きだと思います。自然、癒し、それに温泉といったキーワードを組み合わせた八代の魅力を発信することによって、新たに大きな観光需要が掘り起こせるものと信じております。このように清流球磨川が自然の形を取り戻すことが、流域と八代海の自然環境を復元し、ひいては市民の豊かな暮らしの実現に結びつくものと確信をしております。以上です。次お願いします。2項目目。長原企画振興部長。おはようございます。議員ご質問の道路整備の費用についてお答えをいたします。日名口区につきましては、かつてのにぎわいを取り戻すために、国土交通省所管のまちづくり交付金事業や港振興交付金事業などを活用し、これまでも日名口温泉センターの改築、日名口ドリームランド CUU の整備などが完了いたしております。今回の交差点や道路の改良工事は、日名口ドリームランド CUU をはじめとする日名口埋め立て地の土地利用を促進するため、さらには現在利用されている交通車両の安全性を確保する観点から必要なものでございます。このようなことから、まちづくり交付金事業の計画書である都市再生整備計画に位置づけ、整備を進めているところでございます。議員お尋ねのそれぞれの整備事業費に要する費用でございますが、国道3号の右折レーンにつきましては、市道大坪町塩釜北柿戸線の事業費約1億4300万円の中で整備を進めております。次に側道の拡幅につきましては、市道平山新町日名口平成町線の事業費約3億4200万円で整備を進めております。また公園前交差点および日名口インターチェンジ前交差点につきましては、市道日名口平成町1号線の事業費約3億8300万円の中でそれぞれ整備を進めております。これらの事業費の総額といたしましては、約8億6800万円を予定をいたしております。現在日名口ドリームランド CUU においては、さまざまなイベントが実施されておりますが、平成23年10月に
全国健康福祉祭熊本大会愛称年輪ピックが開催され、当公演はゲートボール会場に決定し、参加予定者は選手や審判員スタッフの約2000人に観客などが加わる大イベントでございます。今後このような集客イベントを数多く開催することが日名口区の活性化につながるものであり、そのためにも今回の交差点や道路の改良工事を進めているものでございます。以上お答えといたします。はい、笹本小夜子君。はい、ありがとうございます。今お話を伺いまして、道路整備の総事業費が8億6800万円ということでございます。日本中央競馬会への土地売却予定価格が6億7200万円と今回提案されておりますが、その差は1億9600万円、整備費が高くなっています。私はこれは問題だと考えております。中央競馬会の一番新しい事業報告によりますと、2008年中の売上げに占める割合で、競馬場や場外馬券売り場などで馬券を買う現金投票よりも電話投票が初めて上回り 51.5% になっています。馬券の売上は1997年4兆円をピークにして現在2兆円台まで落ち込んでいます。そのため会員になればネットや携帯で馬券を買う、また銀行も競馬会と提携して電話投票会員を今募っています。今や競馬は娯楽スポーツではなくなっています。今の報道を見ますと、まさにギャンブルそのものになっています。今全国でパチンコ依存症が100万人を突破した。八代においても依存症の方が見られます。今度は八代でも競馬依存症が増え、悲劇を広げることになるでしょう。今や国はギャンブル化した競馬こそ事業仕分けの対象にするべきではないでしょうか。次お願いいたします。市長福島和俊君。議員お尋ねの後期高齢者医療整備についてお答えをいたします。今回の保険料改定についてでございますが、保険料上昇の要因であります医療費の増加や保険料上昇を抑制するための保険料剰余金、県財政安定化基金交付金は各県の実情により異なっております。今回の改正において20年21年度の医療費を多めに見積もっていた団体が保険料率の引き下げや据え置きができたものと思われます。議員ご指摘のように熊本県におきましては保険料上昇に対し抑制策を講じなかった場合は 12.6% の上昇を見込んでいましたが、平成21年度末保険料剰余金見込み額、県財政安定化基金交付金の合計38億円を充当することし、2.95% に抑制したところです。しかしながら、なお11億7000万円が不足する状況でございます。従いまして、今回、この11億7000万円を、被保険者の皆様にご負担をお願いする
こととしたところであります。ご存知のように高齢者医療制度については見直しが予定されております。高齢者の負担はどのくらいが適正か、国においても十分に審議されているところでございますので、その推移を見守ってまいりたいと考えております。以上でございます。西尾部長。西尾健康福祉部長。おはようございます。おはようございます。議員お尋ねの短期被保険者証についてでございますが、平成22年2月9日現在、熊本県全体で492名、本市では57名に発行しており、3月2日現在では40名となっております。この短期被保険者証の発行につきましては、保険料の納入の機会の確保という観点からはやむを得ないと考えております。発行に際しては被保険者の家庭状況、収入状況、診療状況などを十分調査して、医療機関への受診の機会を損なわないよう配慮しているところでございます。以上お答えといたします。はい、笹本紗友子君。はい、今ここに熊本県広域後期高齢者医療広域連合会で定めた基準があります。短期被保険者証、平成21年度は原則として可燃度調停の2分の1以上の未納があれば交付するとしていたものを、今年度は原則として可燃度に1期でも未納があれば交付する。ただし分納制約など完納が見込まれるものには交付しないとあります。熊本県連合会は先ほどお示しした一覧表にもありますように、保険料率額ともに全国で高い位置にあります。その上収納対策まで厳しくすることは本当に納得できるものではありません。次に再質問をさせていただきます。県広域連合会であられます福島市長に、広域連合会運営のあり方についてお伺いします。お手元にあります2月28日付熊日新聞をご覧ください。その報道によりますと、空席が目立つ後期高齢者医療制度を運営する県広域連合の定例議会を写真付きで報道しています。議員定数は市長、町村長、市議、町村議各8人の計32人。今定例会は午後2時、10人欠席の22人で開会。審議が進むにつれて退席が出て、午後5時近くの閉会間際には議長を入れて18人、最低必要な17人を1人上回るギリギリの綱渡り採決だった。議会終了後、同制度の廃止を求めるある議員は、2000億円を超える予算の審議が形骸化されている証拠だと怒っていたと報道されています。また質疑時間が答弁を含め10分、一般質問は答弁を含めて20分と聞いております。このようなことで本当にこの制度の審議が十分にできるでしょうか。
議員であります福島市長にお伺いします。審議時間の保障および議会運営の在り方について改善に向けて奮闘していただくことを要望したいと思いますが、いかがでしょうか。市長福島和俊君。私も市長になってこの連合会に初めて参加をいたしました。まさしく議員のご指摘の通りでございます。ただ現在のこの広域連合議会の定数はご指摘がありました通り32名でありますが、これは各市長、町村長、市議会議員さん、町村会議員さん、それぞれ8名の集合体であります。小山熊本市長がその連合長でございますが、その連合長を含めて大変お忙しい方ばかりの議会であります。ご指摘のとおり議論する時間やその前の準備、そういうものが大変足りない中での時間でありました。2000億を超える予算を審議するのにそれでいいのかというご指摘も全くその通りだと思います。私はこの議員の選任の問題を含めまして十分な時間が確保されるように広域連合に対して要望していかなければならない問題だと考えております。以上です。はい、次お願いします。坂本教育次長。おはようございます。それでは議員ご質問の子どもの貧困と就学援助についてご対応いたします。まず1点目の就学援助対象者の認定基準についてでございますが、本市におきましては八代市就学援助要項を定め、対象となる児童生徒の保護者に対しまして学用品などの援助を行っております。この対象者としましては八代市就学援助要項第3条で生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及び要保護者に準じる程度に困窮しているものと認められる準要保護世帯と準要保護者と定義をいたしております。この準要保護者数は年々増加傾向にありまして、平成21年度におきましては全児童生徒数の 12.56% を占めている状況であります。またこの準要保護者の認定基準につきましては、その認定審査を行うにあたり、生活保護基準を基準としているところでございますが、その認定の方法としましては、申請世帯の所得状況と、その世帯における基準額等を照らし合わせた上で、認定できるか否かを教育委員会において審査をし、決定をしているところでございます。なお、この認定基準は、2005年の国庫補助金の廃止後も引き続き、生活保護基準額を基準として審査決定を行っておりまして、本市におきましては認定基準そのものの引き下げは行っておりません。次に議員お尋ねの2点目、就学援助の内容につきましては、八代市就学援助要項第4条によりまして、内容を定めております。この就学援助の内容としましては、学用委員費、修学旅行費、学校給食費、校外活動費など8種類がございます。これらの援助内容につきましては、その項目ごとの規定に従いまして、保護者への支給を行っており、本市におきましては、認定基準と同様に、2005年の国庫補助金の廃止後も、一般財源度の予算措置によりまして、必要な援助を行っており、内容の変更はいたしておりません。以上、お答えといたします。
笹本佐恵子君。はい、今答弁いただきましたように、本市は教育の機会均等をしっかり守って頑張っておられます。教育関係者の皆さんの取り組みが本当に伝わってまいります。また行政におかれましても、将来の八代を背負って立つ子どもたちのために教育予算確保に努めていただくことを強く要望しておきます。今、修学旅行費、学用品、学校教育費や給食費が保護者の方にずっしりと重くのしかかっています。他自治体では経済的理由で修学旅行に参加できなかった生徒が学校で勉強していたけれども、修学旅行から同級生が帰ってくるなり暴れだし、とうとう不登校になってしまった。また弁当を持って来れずに、昼休みになると教室を抜け出し、一人バスケットに向かってボールを投げ、不幸福を紛らわしている。こういう報道がありますが、幸いにしてこの八代ではそのようなことは聞いておりません。それは今も言いましたように、教育委員会の皆さん、そして教育関係者の皆さんが本当に頑張って教育予算を確保しておられる、そして実践をされておられる、こういうことがあるからだと思います。しかし生活保護法の基準が当てはめられるというお言葉もありますように、私は国に対してもこの基準が下がらないように声を大にしていくことも大事かなと思っています。まず足しに乱れるような現象が起きてきているのは、原因は先にも述べましたように、小泉政権の三位一体改革で準用保護者援助への国庫負担が2005年度から一般財源化されたことです。身の問題に苦慮する市町村教育委員会は、政府が検討を表明した給食費未納分を子ども手当から天引きする方法の実現に期待を寄せると新聞報道されておりますが、これは大問題だと考えます。また就学援助を支えるよう日本共産党宮本武氏が川端文化省に要請をいたしました。その際、文化省は適正に行われるよう市区町村に促したいと、まるで政府の責任はないように答弁しています。このようなことは本当に許せません。貧困に苦しむ子どもをなくすため、自治体の責任はもちろんのこと、国に対しても強く要求をしていただくよう求めておきたいと思います。次お願いいたします。江崎総務部長。ございます。議員お尋ねの後継役条例の制定についてお答えをいたします。まず本市が発注いたします公共工事に従事する方々の賃金など労働条件の実態把握についてでございますが、労働条件につきましては雇用主と従業員との雇用関係でございますので、労働基準法や最低賃金法などの法令に基づき労働基準監督署などが適切に指導すべきものと考えております。従いまして市といたしましては実態については把握をしていないところでございます。次に後継役条例の制定についてでございます。公共工事の減少、長引く経済不況などによりまして、本市におきましても建設業界で働いておられる方々が非常に厳しい状況におられることは十分認識をいたしておりまして、労働者の賃金確保などの労働条件の向上は重要な課題と考えております。従いまして既存の労働関係法や建設業法、入札契約適正化法等の趣旨にのっとり、
本市が発注いたします公共工事の契約時には元請け業者に対しまして労働関係法を遵守するよう契約書に明示をし、また下請け契約した場合には下請け報告書の提出を義務付け、元請け下請け関係の適正化について指導をいたしておる状況でございます。さらに入札時の低価格競争が下請けへのしわ寄せを引き起こすなどのいわゆるダンピング問題への対策といたしまして、従来から低入札価格調査制度を導入いたしておりますが、平成20年度からは価格だけの競争から価格と品質を総合的に判断して落札者を決定いたします総合評価落札方式を施行導入をいたしております。公契約条例の趣旨につきましてはご質問にあったとおりでございますけれども、最低賃金法や労働基準法などの労働関係法の運用によりまして、賃金というものは確保されるべきものでございます。法律で定められるべき労働条件について市の条例が介入できるのか、また法律に上乗せした賃金を条例で定めることが可能かどうかなどの適応性の論議が今なされている段階と認識をいたしております。今後は国や他の自治体の動向を注意深く見守りながら公契約条例について研究をしてまいりたいと考えております。最後に下請け契約の市内業者への発注についての条件整備でございますが、下請け契約は元請け業者と下請け業者の契約、すなわち民と民の契約でございますので強制はできないと考えております。しかしながら市内業者の育成、市内経済の活性化の観点から契約時に元請け業者に対しまして市内業者へ発注していただくようお願いしてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。笹本紗友子君。はい、ありがとうございます。公契約法などを定める意見書を採択した地方議会は2009年11月13日時点で40都道府県の776議会に上り、国会では公共工事確保法案を提出する準備が今進められています。国などが発注する建設工事の施工にあたり、労働者と一人親方の双方を対象に適正な報酬を確保する法案となっており、全県総連の努力が今実を結ぼうとしています。さらに2009年12月4日の参議院本会議で公共事業における賃金確保法の制定を求める請願が採択されました。公契約条例の制定を定める地方地域の草根での取り組みが今政府を動かしています。野田市の根本市長は国内の全自治体で国に働きかけていただくよう心から呼びかけますと言われておりました。本市におかれましても関係団体より要望書が提出されていると伺っております。早期の実現に向け努力されることを強く要望いたしまして、今回の私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。